土岐市のですね、核の実験の問題の第4回目ですね。私はこれどのくらい前だったでしょうか。ちょうど原発の福島原発事故が起こった 2,3 年後だったと思うんですけれども、ある人がですね、土岐市の市民だったと思うんですが、土岐市でまた実験が行われるようなので、先生ちょっとこの安全かどうかちょっと見てくださいという資料がですね、多分60ページから100ページぐらいの A4 のですね、かなり多い資料が送られてきました。私がまあその時ですね、まあ、それほど十分な時間がなかったんですが、まあ専門家の目としてですね、それを見ましたところ、実験自体はですね、正常に行われている時はあまり問題がないと思いました。それでも問題だと言われる人もいますが、私の目ではですね、正常にやられている時は問題がない。つまり現在の軽水炉の原発もそうですけども、今まで日本でですね、1970年ぐらいからずっと運転をしてきて、平常に運転していくときにですね、周りに被害者が出てるわけじゃないんですね。これはよく原発の賛成者が言うように、原発っていうのは電力の得るの方法としては比較的被害の少ない、環境を汚すのが少ない方法だと。それはもうそうなんですね。それはだけども正常時なんですね。で、原発の問題というのは異常が起こった時に、この今度の福島原発みたいに、まず実質的に非常に大量の放射性物質が出るとかですね、それから人々に非常に強い恐怖心を与えるというところに問題があるわけですから、研究をする人はですね、平常時にどこかっていうことを説明しても不十分なんで、まあ、その資料はですね、平常時、つまり実験がうまくいってる間は大丈夫ですよっていうことで、異常が起こるっていう可能性を非常に軽く見ております。しかし原子力施設というのは異常が起きた時が問題であって、まあ正常な時に被害が出るような形で やるもんじゃないんですね。これに対して非常に説明が不誠実で、私確かですね、問い合わせをしたと思うんですけども、非常にこう不誠実なんですね。今度でもそうで、まあ、直接的に小森さんというのが確か所長なんですが、小森さんが言われていると言っているものをちょっと引用しますとね、例えばトリチウムは放射性が弱く、排出したものの 90% 以上回収する技術が確立しているって言ってるんですけども、まあ、これもまあ書いてもいいんですけど、言ってもいいんですけども、その排出したものの 90% 以上が回収されても残りの 10% が非常に影響があるとか、それから回収装置が止まるということがないのかとか、そういうことがあるわけですね。それから外部に放出されるのは極めて微量だって言うけど、極めて微量だって、どうせ放射性物質のは微量なんですよ。もう微量なのは決まってるわけでですね。それからまあこういったそのなんていうかな、説明になってない説明があるわけですね。それから中性子線は建物の厚さ2メートルのコンクリート壁で遮るとこなってるわけですが、これでですね、だいたい説明ではそうですね、1000万分の1になるって言ってますかね。ところがその後が悪いんですよ。壁がなくても付近住民に健康被害が出るレベルではない。それから新聞がというをつけてるんですね。というではですね、全然話にならないわけですよ。だからまあ壁がなくても大丈夫だって言うなら、なんで壁があるの、壁の説明してんのってことになりますしね。それから核融合はすぐ止まるから大丈夫だっていうことでですね、ここで変なこと言ってるんですね。原発と違って制御ができ安全性は高い。実はですね、原発今再開してるんですよ。再開してる時ね、原発は制御ができると言ってるんです。だけどここではですね、小森さんっていう主張さんはですね、原発と違って制御ができると言ってるんですよ。じゃあ今再開してる原発は制御できないのかと。確かに制御はできないんですよ。ところが制御できない原発は、原子力の人たちは共通してそう思ってるわけですよ。ある程度の人はですね、現在再開している原発が制御できなくて、また爆発の可能性があると思ってるわけですよ。だからついここで本音が出てですね、原発と違って制御ができて、自分の方法が安全だということを強調するためにポロッとその真実が出ちゃったっていうことですね。で、原発もそう言ってるんですよ。つまり、この小森所長さんの言われてることを、まあ、まともに取りますとね、原発の所長さんは原発が安全だと言い、小森さんという核融合炉の人は、
今度は原発は制御できないが、核融合の方実験の方は制御できるとこう言ってるとまあいうふうに、まあ、言ってるわけですね。まあこういった問題ですね、私はね、まあ、何回も言ってるんですけれども、福島原発の爆発に際して、まあ、非常に変なことがいっぱいあったわけですね。つまり今まで安全だっていう原発が危険だということが分かった、それも固有安全性とか多重防御っていう基本となるっていう説明が間違っていた、間違っていたことも我々のような専門家も気がつかないように隠されていたという問題があるわけですね。それからどういう事故が起こるのかっていうことが非常に簡単な話で、震度6もダメと、あの福島原発ですよ。それから津波が 5.7 メートル以上もダメということがあって、まあ、そういうのが起こると全部想定外にしちゃうという内部の約束があったと、まあ、いうことも分かっているわけですね。そして1年1ミリシーベルトっていうのも事故が起こると簡単に崩して1年20ミリシーベルトにして、かえって1年1ミリシーベルトって言ってる人をバッシングして潰してしまうと、もう放送にも出てほしくないというと。そして福島にいた記者、四大新聞とか放送の NHK とかいう記者は全部3日後か4日後に東京に危険だからって引き上げて、それ引き上げてるのにも危険だからと記者をそう引き上げさせたのに対しに比べに、それなのに地元住民には安全だ安全だと言い、そして3ヶ月か4ヶ月後に記者が放射線防護服を着て福島に行くと、福島は普通の人が生活してる、なんでこんな危険なとこで普通の服を着て生活してるんですかっつったら、テレビや新聞が安全だと言ってるからと。まあこういう二重三重のまあ二枚舌を使ってですね、それで福島をなんとか収めて、そしてまた原発を再開し、今度は小森さんが核融合炉の担当所長さんの小森さんが、原発は制御できないよと、だけども自分の施設は制御できるから安全だと、まあ、こういうこの二重三重の不誠実がですね存在する中で、安全ですとかですね政治的な決着がついてますからっていうんでは、それは付近の善良な日本人、誠実な日本人、子供の健康を心配する母親が納得するはずないじゃないですか。それはもう絶対納得しませんよ。例えば福島では1年1ミリシーベルトっていうのを無視されたけども、今度の時市でなんか事故が起こって1年1ミリシーベルトを守れなくなった時に、また再び事故だからといって1年子供の小学校については1年20ミリシーベルトにするのかどうか、それをですねやっぱりはっきりとしなきゃね。私がまあ数年前に見た時市の時市の実験施設の説明書はその点で非常に不誠実でしたね。現在出してるのもそうで、壁の一例だけ挙げますとね、いっぱいあるんですけども、壁の中性子の壁の遮蔽効果を言ったものがあるんですね。それを見ますとね、これがまた大変に不誠実で、グラフがですね、まず一般用に出しているにもかかわらずグラフが専門家用なんですよ。変な話、縦軸がねフラックスっていうか、まあ中性子量なんですけども、これが非常に分かりにくい専門用語を使って、しかも英語で書いてあると。それから壁でですね、原則少なくなる量が1000倍もの1って書いてあるけど、私の見るところではそうじゃないんですよ。2つの線を微妙に使ってですね大きめに設定してますから、これはそのうちそっと誰にも言わずに訂正されるかもしれないと、まあ、そういったですね科学的にも不誠実、説明も不誠実、事故の発生も不誠実、返事も不誠実と、こういう状態にありますね。これはおそらく、直接的に関係のある土岐市、多治見市、瑞浪市の3つの市の多分こう安全関係とか環境関係の担当官もですね、まあ、適当にやるかもしれません。まあ、名古屋ぐらい大きくなるとかなり正確にやってくれるとは思うんですが、やっぱり福島の時のお役所さんの動き方を見てるとですね、まあ、左へ右へ弦を浪しながら、まあとにかく、お子さんががんになってもそんなこと知らないよと、
まあ、そういう態度に終始する可能性が今のところ非常に高いというふうに思います。